でも私ヨット出さないと勝てないからな。ヨット狙いでいこうかな。ヨット。あ、いいいい。希望があります。全然あります。希望の花。いけー。パク。お願いだよー。お願い。アイコロが今だけ祭り戦になってくんない？いや本当にこれで6で出たらかっこいいな。6出たらかっこいいな。あるぞあるぞ。あと2個頑張れ。6出たらかっこいいな。6出してくれないかな。出せや。使えねえな。マジで役に立たなかったか。マジ役に立たねえ。全然関係ないのに。よっしゃあー運がなかったね。まつりちゃんは V 最強でまあ一緒にね出てシャッフル戦でたまたま一緒になったんですよね。織田信さんと夏色まつりさんとね一緒になって、はい、でまあその時めちゃめちゃに酔っ払ってたんですけど、私すごい楽しんでくれて、その後もなんか仲良くしてくれて、ずっと多分配信とかでも言ってたのかな、なんで仲良くしてくれてるんだろうみたいな。すごいもう本当になんか好きになってくれてるんだなと思って、なんか嬉しかったです。純粋に。ほんでね、なんかこんな拙い VTuber ですがずっと仲良くしてくれて、いろいろね仕事の面でもだしプライベートの面でもだし、めちゃめちゃ支えてくれてて、なんか本当にまあリスナーさんはもちろん分かってると思うんだけれども、本当にめちゃめちゃいい子で、我ながら人脈っていう言い方したらあれだけど、まあ、いい人に恵まれてるなってめっちゃ思いました。そのうちの一人がねまつりちゃんで、出会ってどんぐらい2年ぐらいなのかな、2年ぐらいだと思うんですけど、なんか本当に長い間あの仲良くしてくれて本当にありがとうございました。まつりちゃんにね出会ってたら、うん、出会ってなかったらか、本当になんかもっとしょうもない人生だったんだろうなって思うぐらい、本当にめちゃめちゃいい経験をさせてもらってね、楽しい思い出も増え、本当になんかもう、うん、なんか正直もう一個一個言ってたらもうキリがないんだけど、なんか本当にこうたくさんたくさんたくさん愛情をくれて、人生で初めてでしたね、ぶっちゃけここまで愛情くれたの。お母さんよりくれてたかもしれない正直。本当にそうだから、もう本当にもう家族と言っても過言ではないぐらいに好きです。本当にありがとうございました。まつりもわっちゃんのこと大好きだし、まつりさ、わっちゃんがね、うん、まあ、祭りちょっといろいろ勘違いされることが多いんですけど、いろ、うん、ね、んな人に、うんうん、それで、まあ、なんかいろいろあった時に、うんうん、わっちゃんがうちは祭りちゃんと喋って、うん、そういう人じゃないって思ってるし、うん、信じてるよみたいな、うんうんうん、信じたいの信じるからみたいなの言ってくれて、うんうんうん、もうなんか一生を捧げようって祭り思ったの。わっちゃんに。でもその時でね、うん、なんかわっちゃんがいたから、うん、いっぱい頑張れたこともあるし、うん、やっぱり一番好きだから、うん、寂しい。寂しいよね。うちもめちゃめちゃ寂しいよ、うん、正直。わっちゃんとは仕事が、例えば VTuber っていうお仕事がなくても、うん、ずっと仲良くしたいと思うから、うん、これからもたくさん遊んで、うん、まっちゃんの子供を産む。これ配信前にも言ってたんだよね。本当に。まっちゃんの髪の毛を抜いて遺伝子を取り、なんかそこからなんとかして産むらしい。なんとかして産む。うん、本当にあんただけよ、うん、大好きなの。こんな重たい重たい愛情くれるのは何してもいいよあんたなら。わっちゃんなら何してもいい。本当にちょっとうち人殺しちゃったとか言っても、まあ、しょうがないよね。殺されるもんが悪いね。手伝う手伝う。こういうところなんだよね。本当にでも、そう、でも本当に大好きだから、なんか困ったことがあったら何でも言ってほしい。いや
任せて。いや本当長い間ありがとうございました。これからも、うん、頑張ってください VTuber。 頑張る、はい、頑張るよ。頑張るし、うん、わっちゃんとも一生仲良くする、うん、そうだね。またご飯行ったりしてください。うん、するする。そん